が見えませんでした。Oh,
感がありますが、皆さん、どうも、ありがとうございます。今週のビアードさん、プロセクスプレス、エクスプリペリエンスです。大きな拍手ありがとう。ちょっとまあここで冷静にちょっとお話ししたいことがあるんですけど、全員なんかサングラスかけて入ってきた、どう思いました？やばいやばいやばい、いただきました。やばいってそれ、意味はもちろんやばい。止めてます。え？止めてます。やばい。やばいね。そう、よろしく。やばい、ね、最近やばい。いや、はめられた感がありますけどね、今。きつい。きつい。お前はしまったぞ。後輩にはすごい根性です。どうも。ね、今年はちょっとブルースという方向に持って行きたくて、新しくバンドを組んだわけですが、とりあえずじゃあ一曲、もう一曲やりましょうか。ちょっと緩い感じのブルースをお聴きください。大丈夫ですか？お前サボっとったな、俺が喋っちゃった。まあ、なかなかね、ブルースのライブであんまビジュアルがこうなんか地味なイメージがあったというところはね、だからみんなにちょっとサングラスをかけてもらいたくて100均で買ってきました。今日の参加記念で持って帰ってくださいね。はい、ありがとうございます。おーいえ、
a little rebel, sir. Please drive me home. If you see you, my little rebel, sir.俺あの時のお前のイメージがすっごい離れない。
だって西高の卒業記念ライブに、まあ、ゲストで呼ばれたんですよ。でそこで歯で弾けるギタリストがこいつだったんだ。分かってくれた、ジミー、ジミー、ね、ただのジミーちゃいますよ。やっと分かってくれた。歯でギター弾けるジミー。ただね、かけましてね、年月は怖いですよ。もう50万で、ね、でも年に1回あの俺のこのライブで歯で弾いてくれよみたいな。年に1回も弾いてる。まあでもみんなのそのオーディエンスの気持ち次第だわな。歯で弾いてる。ジミー。なんか前はもう強化しとるらしいよ。どんどん弱ってくる。でですね、あと英語はあのここデビット。デビット。デビット長いからね。いやデビでいいですよ。デビデビ。オーイエー。デビット今度。あとね英語の人もなんです。イヌイク、イヌイクベースイヌイクね。何がいい何がいい何がいい英語の名前中。好きなアーティスト誰？好きなアーティスト。ああいやそれバンドやん。アーティスト、アーティスト。じゃフリーで。フリー。フリーで。フリーでよ、なんかフリーフリー。フリー。途中で忘れた、ごめんな。多分忘れるでしょ。で、あとマトリンは、あマトリンも実は同級生で、ね、同じ高校卒中に。実はね、ちょっとここだけでね話しないけど絶対あの SNS に書かんとてよ。黒川慶吾と一緒にバンド勝負やブルースバンド、多分高松それでめちゃくちゃ有名なんやけど、彼はもともとハードコアパンクのドラムやからね。パンクやからね彼は。やってなあマトリー、ちょっと片鱗見せてよ。いやいやもうドゥンタンドゥンタン。いやいやいや新商4期やけ無理。まあそういうことで途中で多分また彼も出てくると思うんです。でですね、ピアノのヨシコ。おーいねも長いんですよ。俺彼女がまた高校生の頃にね、もう僕だいぶ大人になってたんですけど、あのロックンロールのピアノが弾きたいんで、先輩ちょっと後で殴っとってくれてください。こいつです。当時からこんなやつだったんですよ、ほんま。今日お前覚えとけや。ソロめっちゃ振ったんだからな。まあよしこはあのもう英語の表記はつけません。もう化け猫という感じです。ちょっとだって顔猫に似とるやろ。にゃーって言うもんな。言いません。大人になったな。さすが。さあそんな感じでこの全員で、根性のびアンドザブルースエクスペリエンスという名前でよろしくお願いします。ありがとう。で俺は一個気づいたよね。お願いまだ言うてないよね。メンバー紹介してそうお願いがある。そのブルースのライブというのは僕のイメージでは例えば誰かがこう僕が A のあれそのそろそろ弾いてめっちゃうまかったやろ練習でも。だ次の曲でもなんかこうソロ振ったりするんで終わったらイエーイ、あ声も出してもらえたらめっちゃ嬉しい、イエーイ、もう話しながらいい。、はい、分かったんですよ。みんなが来てきたのやりましょうか。小瀬さん僕一曲歌いたいんです。歌も歌うんです。歌してお前今日ギターだけでいいから歌歌いたい。違う、俺今日6月2日やん。織田信長だが昔どっかの寺で身内にやられとるやろ。お前謀反やな。明智かお前。知らん人は何のことかさっぱり分かる。ああそうか。
まあ、6月2日ね、本能寺の変言うて、織田信長があの家臣の明智さんに裏切られて、そこであの寺燃やされて自害したっていうね、死ぬやないか俺ほんま、名前1曲だけやね。何すんねん。定番の Every Day I Have to Miss。 知らないな。ほらみんな楽しんでや、you
だからもうちょっと分かってきました、あの感想の後、あの聞いた後イエーイ、あれ多分絶対ブルースな感じですね、パーティー感覚でね。ありがとうございます。さあ、ほなちょっと落ち着いた曲を言いましょうか。ちょっと息切れ嘘でもないのに息切れしよう。デビの圧力うまくいましたけど、これ次の曲はね、まあ僕はまあ実はほんまブルースはあんまよく分かってないんですけど、まあ、まあ見ての通りローリングストーンズが好きで、この曲はあのね、最近はあのエリックとキース・リチャードが2人でよくするナンバーね、キー・トゥ・ザ・ハイウェイ、これどんな歌詞の内容な、あ、それ知らん、あ、それは知らん、あ、宮崎君が知ってるよね、知らん、あ、敬語か、やっぱり高速道路での鍵を頼む、あ、ね、ちょっと一つだけ言わせよ、俺な、ブルースの歌詞ってな、ほんまひどいよね。それで曲作ったよ。彼女に会いに行くために高速道路の乗らないから、うん、そのための鍵がない、うん、そんな歌、それぐらいな、多分な、俺今実は知らんかったよかったなと思って今から歌うのに、まあ思い出から意味したほんまやな、まあそんな意味なんでそんな感じで聞いてください。じゃあよろしく、キートゥザハイウェイ。
般に業務連絡なんですけど、すっごい客席と一体感生まれてきましたよね。で、そう思いません？素敵だと思います。ねえ、今日皆さんも演者ですね。まあ演は竹中なんですが、違うね、もうな、メンバー平均年齢高いね。ちょっと一部、あ、二部構成にしてますんで、一部のラストソングにさせていただきます。でね、今回ね、あとブルースみんな多分分からへんと思うんで、あの僕勝手に日本語つけた曲が2曲あるんです。その1曲目をちょっとラスト、今日ファーストステージのラストにやりたいと思います。これ誰の曲？もともとマリーウォーター、泥水っていう名前やね。やっぱ芸名やと思うけどね、実の息子に泥水という名前つけてもらう。まあ芸名でも泥水どうかなと思うけど、それをローリングストーンズやね、この人の曲から。あ、ほんまやな、ありがとう。宣伝書が知ってるわ。ありがとうございます。その曲でね、ガットマイモジョウォーキンっていう曲があるんですよ。ガットマイモジョウォーキン、みんな言える？ガットマイモジョウォーキン、ガットマイモジョウォーキン、もうみんな分かったね。オッケーオッケー、もう気持ちは察してくれてるっていうことよね。オッケー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 、みんなまで言わんでいいです。じゃあそのね、日本語をつけた、これね、はっきり言うオリジナルの歌詞じゃないよ、直訳にちょっと色つけた歌詞やから、ほんまひどい歌詞やから。だいたいあの文字って何なの？なんかあれはね、お守りみたいな、なんかね、おまじないみたいな。おまじない、おまじないね。じゃあ文字っていうの結構出てきますんで、おまじないやということで、日本語のガットマイ文字を置き、作詞根性のギアが置きください。それではラスト行きましょうか。Keep on going.
地味にあの子に聞かない大丈夫？誰大丈夫？大丈夫？何に聞いたか？ちょっと待ってね、大丈夫。そう若干俺行きたいんやけど、もしちょっと行きたくなったらソロ長めにお願いします。フロスでいいよね。ソロ弾きながら行ったら。いやなんかいらん音入りそれ。来たから聞こえへんやろ。でまあ、あとまあちょっと説明するとあのずっと店入ってきてかかってる BGM は全部僕でね、あの今年の一押しのシングル出しました、Baby Please Don't Go、 これ日本語で歌ってます。ブルースナンバーで有名なちょっと待ってちょっと待ってですね、はい。で去年出したあの僕がちょっとエレクトリックに行かれてた時 の、 あのボコーダーを使った YMO チックなやつね、再発限定10枚、あ、6枚エレキインストみたいな、何それ、ベンチャーズじゃない、あ、そうそう、ギターがね、そうそう、まあ、言うなよ。で、あと、3、4年前に出したハウスのリプレイっていう、シングル、これは今でもテレビでなんか CM のコマーシャルタイアップで流れてますね。あとなんかこの前期なんか優勝したらしいという噂を聞いたガイナーズの応援歌、これもハウス、僕ギターで歌ですね、両方ともあのうちの相方のハリ、いや古川と共作で作ったけど、はい、ハゲ言うてないわ。で、ね、ハゲのやつほどああいうクレームを出してくるというね。あでもね、なんかブルースマンハゲ多いね。俺だって両脇見てみようや、隠しとるやろなんか。なあわしめっちゃロッキーね。いやハゲとデブが多いだらデブや。ちょっと攻撃をしとかないか。お前上から行くな、上から。これ威圧的なやつで全然かないから。あっちにしたよかったな、宮崎君と大将で。まあいいかということで、また第2部始まります。ありがとうございます。ブルースはね、やっぱあのさっきみたいなアップテンポな曲とかミドルな曲もあるんですけど、スローなナンバーもありましてですね、これは誰が説明してくれる、俺全然知らんね。嵐の月曜日、ハウンドドッグ、あれ金曜日か。ストーミーマンデーっていう曲、あ、デビット、デビット、あの1週間出てきて、月曜日憂鬱であるでしょ、誰でも月曜日車で月曜日仕事行く、いやいやもう憂鬱で、火曜日もい、火曜日だね、歌詞火曜日はいかんねん、チューズでバッド、ジャスハズバッド、バッド、火曜日いかん、水曜日最悪ない、最悪、うん、何ですか、ウェンズデイのワースワース、で次が僕です、サーズデー、オーソーサード、悲しい、で金曜日イーグル、フライデー、イーグルって書いてあるけど、これ実はお金のことなんです、あのお札で、そうそう、バイブルでイーグルって書いてあるんです、 お金のことで、土曜日は遊びって金がなくなって、日曜日は教会で賛美、教会で神様にちょっと、ごめんなさいってまた月曜日頑張るみたいな、そう言ったんですね。どの思いますこんな、こんな歌詞があのブルースの定番の名曲と呼ばれてますよ。とんでもない歌ばっかりですよ。これ外人がこれ聞いて、うわめっちゃええ歌詞って思うとんから。いやでも誰でも、いやこれよ、あのブルースライブするけどなんか否定しとるような感じになってるけど、いや誰でもでも経験あるじゃん、あの月曜日の朝ほら、あブルーチューラ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 ね、あいらっしゃい、おおー、ありがとう、バイオリン弾くか、バイオリン今度来年あいついるよ、ピドルでまずは面接やな。名前ないだっけ、あ、忘れ、音楽直樹
木楽章、彼でも珍しい、あのこっちでは珍しいフィドルみたいなバイオリンのことなんですけどね、弾く人ですごい、でも多分どっかで見かけると思いますけど、またどっかのライブで見たらやじっとってくださいほらそれではその憂鬱な曲を、いきたいと思います。あのメンバーに業務連絡セクシーでお願いします。セクシーでビジュアル的に、お前にはビジュアル求めんわサウンドでしょ、サウンドで、サウンドセクシーでよろしくお願いします。それでは聞いてください。ソービンマディ、
さっきね、なんか。はい、でもこれね、そういう風なちょっとセクシーな感じのブルースナンバーもあるということを皆さんに伝えたかったわけで、決してあの歌詞の内容を伝えたくなかったという。はい、続きまして、ちょっと、お前も、え、ほんまに？デイビッドさんさ、え、お前も、ね、ええよ、昔からの仲間やから、仲間ではない、もう、こいつややっぱもう。一番立ち悪い。ほんまや。立ち悪い。ジミー。じゃあジミー何する？知っとる曲にして。ちゃんとした。うん。何？フレディキングを歌う。うん。キングってなんか三人おるんやろ。そこからかい。言わなくて。それ話だけど。ビービー。本当におるんや。おるけど大きな。あ、三大キングって言われてる。三大キングですみんな。あれ日本だけですよね。日本だけ。まあどうぞ。まあ、まあ。C.C. ベイビー、ね、これね、C.C. ベイビー、もうお前が俺にしてきたことをよう見てみるという、それだと。ああ、なるほどね。だいたいお前ら俺にもうめちゃくちゃばっかりしちゃうって。だいたいあの新しい男ができたってやるけど、お前遊ばれとるだけやで、ね。だってその男の本間の彼女は俺の隣に住んどんのに。最悪や。言うてその男が俺に言ってくれる。最悪や。まあそういう歌です。シシベイビー。おや。ワン、ツー、ワン、ツー、スリThank you.
んかやっぱり今日無本だらけやな。そういうもんやね、やっぱりな。敬語にはブルースって何って聞いたら絆やって言われた。裏切りやないか。もうね、ブルースに何回も説かれたんだもん。さあ、さあ、ついね、あ、これはでもブルースの方がちゃうよね。まあ、この曲は実は誰の曲やったっけ。大本ビル・ウィザースはジャブ的な何の人。ソウルか。で、そのソウルの曲をカバーで誰がやった。これもフレディ・キングさん。マーキュリーじゃなくてフレディ・キングさんがやったやつをたまたま YouTube で見ますね。今便利な時代やな、 YouTube でも何でも見れる。で、みんなにこれやりたいって言ったら、はいって言ってね、決まったな。すごいな、みんな、こいつそれ、選曲ですやーって言ってくれるんだ。はーいって、ね、ブルースでそんなもんですね。そんな気持ちを歌にしました感じです。永遠のサンシャイン、ね、太陽も登ってこないみたいな。お前の話もないからやるねみたいな。
スロッカーズっていうバンド組んでて、その時にあのよく対話してて、もう大先輩なんですけど、あの昔ねオーシャンブルバードっていうバンドを組んでて、もう名前の通りもうエリック・クラプトンで、もうほんまエリックそっくりだって、いやもうすごい尊敬する大先輩。おー大丈夫ですか、もうその先輩に言われたら1曲2曲でもどんどん何もでも言ってください。もう何やられるんですか、離婚しなベイビー。あ、はいはいはい、了解です。キー何、キー何、ジソロよかった、考え直して離婚したベイビーほっとけや、古川さんはお前もね、そんなこと言うから、だからその離婚あ、なんかトラブルですか。あ、大丈夫。はい、じゃあその、どんな歌詞の内容なんですか。考え直してベイビーっていうか、一緒や。パソコンで検索すると、考え直して赤ちゃん出ますけど。やりましょうか。
ステージも最後の曲になりました。ありがとうございます。今回一押しのベイビープリーズドントゴー、あ、今日かかってましたよね、来た時ね、生演奏でお届けしたいと思います。ベイビー行かないでおくれよ。ベイビー、俺はお前のこと好きなんだ、なんで俺のことを去っていくんだ、ベイビーっていうような歌ですよね。いやいや、俺もなんか今ちょっと熱が入りすぎたな。どこ行きよか。今自分を見失ってましたね。すいません。はい。ね、まあ多分ここに来てらっしゃる方でも過去に一度や二度ぐらい振られたことはありますよね。ないんか。そんなモテ男に見えんねえこれ。なあ、みんななんか明日からブルースやってもよさげな感じやねえ、そんなベイビー行かないでおくれ、ベイビーベイビープリーズドッグI'm not afraid to die.
もう、聞き飽きてません大丈夫、大丈夫ああ、じゃあ、じゃあほんま、最後に一曲ほんま、これで終わりですよ、ね、ほんま、これで終わりやってる方もブルース疲れるなんか、ブルーな感じになってきましたはい、じゃあ最後は、これはまあ、高松のブルースギタリストを代表する黒川圭吾君のオリジナル曲やりたいと思います。ほんまこれで最後やね。圭吾君、じゃあ曲の紹介を。俺らもうこれで終わりです。イエーイ。結婚して一月ぐらいで作った曲なんですよ。終わってないです終わってないです曲ができたから。あ、もうこれでやるじゃん。お前がそのもう独身が終わりっていう感じで作ったんじゃないですか。そういう意味は、まあ、深いことは聞かんけど、ハイハラちょうだい。これ余裕かましてタバコ吸えてもらう。じゃあ最後にもうこれで終わりさをお届けします。ありがとうございました。